どうもデッシーです。お世話になっております。ドラクエ6、ナンバー9ですね。続きをプレイしてまいります。前回ハッサンが小屋を建てまして、その小屋のおじさんから抜け道を教えてもらって、それを抜けたところですね。はい、ここは一体もうどこなのかっていう、あ、ダーマの神殿があるみたいなこと言ってましたよね。これ道なりに行けばいいのか。これは森ジジイ、また砂漠で出てくるっていうね。前回も砂漠で森ジジイが出てきたと。もしかしたら砂漠に森を作ろうとして頑張ってるやつなんですかね。下手するとこれ普通に攻撃 してますけど、モンスターじゃない可能性ありますよね、この森ジジイ。普通にボランティアの人の可能性はなくもないですよね。これより東、ダーマの城。おおお、え、ダーマそんなだったかな。あー、はい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 、ダーマの神殿ではなくて、これ穴になっちゃってますね。お、連携プレーバッチリじゃないですか。おお、やっぱモンスターじゃないかもしれないですね。これは薬草使って回復してってことですよね。ちゃんとこっちにダメージを与えてると。多分ここをまあ入れて、こっから落ちることもできますっていうルートですね。多分ここ以外はないと思うんですよね。ここにダーマの神殿ができると。ヒージーさんの代って言ってましたよね。なんか、お、ブチさん久しぶりです。その小屋のところにいたおっさんが言っていたのが、ヒージーさんの代でホラー穴、前回の動画で抜けてきたところ、ま、今まさにここですよね。ここにダーマの神殿があるって言っていたみたいなね。まあ、なんでダーマの神殿に来たかというと、ラーの鏡のラーとダーマが似てるからっていうね、よくわかんない理論で。そうですね、ここしかなさそうですね。で、まあ必然的に落ちろよって言っているんだと思いますね。で、まあ今いるのが上の世界ですね。で、ドラクエ6のタイトル、まあサブタイトルみたいなあれなんですかね。幻の大地ということでね。まあ、下が幻の大地なのかなっていうところですよね。で、本当に、ね、自分でプレイして、これまあ最初から言ってるんですけれども、クリアして、まあ、ストーリーを全部1から最後までやったのは1回だけなんですよね。まあ、友達の家で見てたっていうのもあるんですけれども、それだとやっぱり途切れ途切れで見てただけなんで、ストーリーの流れがよく分かってないと。で、1回しかプレイしてないので、ちゃんとしたストーリーの流れはあんまり分かってないです。ぼやーっていうのは分かってます。で、なんで今これを話したのかというと、こう上の世界と下の世界を行き来するんですけれども、どっちが本当の世界かっていうのが私分かってないんですよ。多分幻の大地、どっちかが幻でどっちかが真実っていう意味だと思うんですけれども、どっちが本当なのかっていうのが分かんないですね。曲が入る。お、え、ちょっとやばい、どこ入っちゃった。あ、いるいるいる。お宝、お宝、宝物はどこかいなと。ああ、そっか。
今人の声がしてるな。まさかお化け。めっちゃ震えてる。どうしたんだあいつ。なんだか俺たちの姿が見えなかったみたいだぜ。で透明になってるんですよね。はい。まあ一回ね主人公も一人で落ちたことがあって。でもハッサンの発言によると俺ら自身は見えるっていうことなのかな。というよりめっちゃボロボロ。これは何にもない感じでしょうか。なんかこの端っこの毒の沼地の端っことか怪しいですけどね。こことかね、なんか左上に小さなメダルとかありそうだが、これは何も見つからなかった。そんなわけはない。あ、でこの階段が、あ、井戸かな、もしかして。あ、そうですね、ここの井戸に入ると多分上に、あ、なんかあった、上に戻れると思うんですけど、これっすね。不思議な地図を手に入れた。あざーす。これなんじゃ不思議な地図って。広げた。あー、世界地図か。そうですね、世界地図で今いるのがこの右側の羽のところですね。ダーマの神殿、ボロボロのダーマの神殿で、左上に光っているところ、あれが主人公が一人で、テッシーが一人で行ったこともあるところですね。で、不思議な地図というのが一回行ったところしか表示されない地図ですね。この下の世界の地図となっております。で、ここを覗くと多分上に戻るんじゃないかなと。あ、そうですね、曲が遅くなってますんで。で、そんな感じですね。で、不思議な地図見ても多分、あれ、あ、そうそう、表示はされるけど自分の羽がさっきない羽がないので下の世界にはいませんよっていうことなんですよね。今どこにいるのかわからない。どうやらここは地図に載っていないところのようだ。はい。まあ、ただ行き先がない以上、下の世界から行くしかないですね。で、どこに行けばいいのやらと。曲が早いとなんかいいですね。北斗ダーマの神殿跡。あれ？ダーマ、未来と過去っていうことなのかな、上の世界と下の世界って。あ、どうだったかな。でも一応これ6なんで、天空シリーズなんですよね。の完結編っていう感じ。どこにいんのこれ。ああ、右か。びっくりした。下にいなかったから。こっから入るわけですね。これ多分。ん？なんか今人の声が聞こえたような気がするけど、誰もいないよな、気のせいか。まったく長城さんにも困ったものだわ。いくら犬が好きだからって首輪もつけずに放し飼いにしたりして、かわいい。うーわわ、まったくサンディは何をやっとるんだ。わしのかわいいペドがお腹をすかせて泣いておるというのに。サンディ、はあ、町の名前すらわからんと。ああ、今日は暇だな。仕方がないからお客さんが来た時の練習でもするか。ようこそ旅の宿に。30ゴールドですが、いや大丈夫です。めっちゃ練習してる。ガチ練習じゃないですか、これ。にゃん、かわいいな、美しそう。おっと、小さめだ、ありがとうございます。アマンダ、あとはこの草を入れれば出来上がりと。うふふ、サンディの困った顔が目に浮かぶようだわ。見てらっしゃい、私のジョセフに手を出したりして許さないから。怖っ、急に怖っ。アマンダ、ジョセフ、サンディ、
どういうこっちゃ。ああそっか、耳鳴りがするわい。そういやじいさんの孫娘のサンディちゃんはいい女になったね。いつまでも町長さんのお手伝いじゃもったいないぜ。そろそろ嫁にやったら。ほっほっ、何も焦ることはないわい。毎日真面目に頑張っとるあの子のことじゃ、きっと神様が幸せに導いてくださるじゃろうって。ほんとそう。あれ、ラッキー50ゴールド、マジか。俺が先にもしかしてこれ調べてれば50ゴールド手に入ったのかな。ここまでおいで、私のリボン、うん、そう毎日ね頑張るのが大事っすよね。まったく、うちの娘は18時にもらって店の手伝いもしないんだけど、ブツブツで。サンディがお手伝いさんってこと？にゃにゃにゃ。あ、これじゃない？来た。ジョセフ、どうして僕の気持ちを分かってくれないんだい？こんなに君を愛しているのに。私だってジョセフ様を愛し、ああすいません、ご主人様が。パパだっていつかは僕たちの結婚を許してくれるさ。パパがどうしても許さないって言うなら僕は家を出るよ。それはいけないわ。あなたはいずれお父様の後を継いで町長になる人。私なんかよりもっと素敵な人が現れますわ。サンディ、僕は。あ、いけない。そろそろ戻らないとご主人様に叱られるわ。それじゃ。すり抜けていったな。サンディ、ごめんよ。僕が頼りないばっかりに。ああ。誰かサンディを僕の代わりに見守ってくれる人はいないだろうか。ん？今誰かが返事をしてくれたような気が。神様、あなたですか？はい。ふう、サンディにまた油を売らせちゃったな。またパパに叱られなきゃいいけど。だったら呼ぶなや。まあ、ジョセフっていうのがさっきの町長の息子ってことですかね。なるほど。でサンディっちゅうのがお手伝いさんだと。はいはい、こっちに出てくると。結構街入り組んでますね。なかなか。ここはなんか張り紙貼ってありましたけど、あーなんか船っぽい。レイドック城まで50ゴールド。平和な時代が懐かしいよ。まったく、神様、どうか次の航海も魔物に襲われずに無事に着きますように。なるほどね。あんた、またしばらくは会えなくなるわね。物騒な世の中だから気をつけて旅をするのよ。お前には苦労をかけるな。わしのいない間、家のことを頼むよ。かっこいいな。ビビアンちゃん、お！ビビアン。だから私はずっとお話をしてるでしょ。聞いてなかったのマスター。あ、そうだったね。はいはい。ビビアン、ああもう一度あの人に会いたいな。東の森でモンスターに襲われた時、私を助けてくれたあの人。何でも世界一の剣を探して旅をしてるって。かっこよかったわね。聞いてるマスター。はいはい、聞いてますよ。聞いてるからちゃんと働いてよ、ビビアンちゃん。ビビアン、4に出てきましたよね。あのアリーナと戦った。危険ですから駆け込み乗車はやめましょうと。3回戦の相手ですよね。ビビアン、ベホイミとギラでしたっけ。途中で MP なくなったからこっちが助かりましたけど。はははは。でさらにまた奥があると。レイドック城行きの定期船で働いてもう何年になるかな。たまには他の場所にも行きたい。ああわかる。そんなバイクなってチャンスが来るさ。同じことね繰り返すのは重要だって分かってるんですけれどもね、やっぱりちょっとね違うとこ行って
ってみたいなっていうね、私もそう思っております。まあサラリーマンやってるんですけれどもね、ずっと同じこと、作業としては同じことを繰り返しているんで、マジか、もうカジノ、でもこれ多分できないですよね、コインがない、ほら、うわー、くっそね、いいじゃない、今夜付き合ってよ、お客様困ります、店長に叱られちゃうわ、うわー、はっ、なんでこの感じは、まさか貧乏がクワバラクワバラ、まあスタッフギャグがね、いいっすね、はい、ここはバーですね、いいっすね、カジノいいっすね、カジノ法案とかどうなるんですかね、もうないっすかね、コインがないので遊べませんと、とりあえずここがカジノだと、というよりそうですよね、この町の名前がやっぱわからんと、おお、ルイーダー、へえ、復活、スリーカルの復活、スリー職業とルイーダーの店がスリーからちょっと引き継がれた感じ、引き継がれたっていうか、そんな感じですね、ルイーダー、いいね、スリーの時より全然可愛いっていうかね、花があるっていうか、これなんか2階ってどうやって行く、ここにあったのか、階段、ここがお金預けか、ここはお金預けと、おラーの鏡って何、教えてよ、おやまあ、この子はどこでラーの鏡のことを聞いたんだい、ラーの鏡は昔大地の女神様がお作りになったものでね、全ての真実を映し出してしまうという鏡じゃよ、だから嘘をついたりするとどこかでラーの鏡が見てるかもしれないよ、いいおばあちゃん、優しい、でここに出てきて、広いですね、探索だけでもうこの動画終わっちゃうぐらい、さっきの客見たところ旅の剣士っていう感じだよな、しかっこよかったぜ、へえ、ここにもある、大工仕事何でも引き受けます、マジか、あんた今日はもうそんくらいにして少し休んだらどうだい、ティアンデイ、まだまだ若い者には負けねえぞ、おお江戸っ子、もうあんたって人は本当に頑固なんだから、やれやれ、こんな時にハッサンがいてくれたのね、ハッサンだと、お前まだあんなバカ息子のこと考えてるのか、け、勝手に家を出たやつなんか俺の息子でも何でもねえ、もし今更戻ってきたって家に入れてやるもんかってんだ、はてな、ハッサンだって俺と同じ名前だぜ、変な偶然もあるもんだな、テッシー、いやこれは偶然じゃない、そんな気がする、だから多分どっちかが幻なんですよね、今のこの透明の状態が絶対幻だろうっていう感じなんですけれども、そういうことですわ、そういうことなんですよね、あれなんかイベントは動かないみたいな感じなのかな、サンディが、なんかって言ってましたよね、ここ下の階段もまだ行ってなかったな、ちょっと待って、ここは、ここは牢屋ってことか、なるほど、じゃあそうしましたら、なんかイベントが起こりそうな
雰囲気なんで、一旦次の動画に移動をよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。